続けて聴いてください。スパークル。最終日ということで、2部皆さん一緒に短い時間ですが盛り上がっていってください。よろしくお願いします。はい、林田真宏です。2部も皆さんと楽しい時間が過ごせたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、井上梨花子です。名古屋でのイベントはなかなかできないので今日皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。藤田ミリアです。今日ちょっと寒いし雨が降っててあいにくの天気なんですけども、そんなのをもう吹き飛ばして楽しんでいってもらえたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、島村美希です。1階の皆さんも2階の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本空です。今日でね、もう予約イベントが最後、はい、ということで、こうやってね、名古屋で撮影会する機会もあまりないのでみんながこう集まってくれて来てくれてすごく嬉しいなって思ってます。今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。
はい、ということで私たちフェアリーズはですね11月18日についに12枚目のシングルミスタープラトニックをリリースさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲は歌詞の内容がすごく好きな人に対して夢中なんだけど、でもちょっと余裕のある大人な恋愛というかそういう歌詞の内容になってまして、そんな大人っぽい歌詞の内容に連動した振り付けがたくさん詰まっているので振り付けに注目しつつ見てもらいたいなと思ってます。それでは早速その新曲を披露したいと思いますが、皆さん新曲聴く準備 OK ですか？ OK! OK! それじゃあ聴いてください。Mr. Platonic